雪だるま作ろうのご紹介です。売れるもの
全てを凍らせる特別な力を持っているエルサ。幼い頃妹のアナを危険な目に遭わせて以来、すっかり心を閉ざし部屋に閉じこもってしまいました。その時の記憶がないアナはエルサと遊びたい。この音楽はそんなアナの気持ちを表しているんです。幼いアナはエルサの部屋の前で雪だるま作ろう、ドアを開けて一緒に遊ぼうと話しかけますが、エルサは部屋から出ようとしません。仕方なく一人でお人形と遊んだりしてみたんですが、やっぱりエルサと遊びたい。鍵穴から中を覗いてみたり、声をかけたりしてみますが、あっち行ってやだ。わかったよ、やっぱり部屋から出ようとしません。エルサの持つ氷の力は日に日に強まり、次第に自分ではコントロールができなくなってしまいました。手袋をしなさい。ほら、この方がいい。落ち着くように見せないように。エルサと遊んでもらえないアナはお城の中を自転車で乗り回ったり、でまた絵画とおしゃべりしたりしながら幼少期を過ごします。頑張るジャンヌ。柱時計見てたりするの。アナが15歳になった時、アナとエルサの両親は海難事故に遭い亡くなってしまいました。悲しみに暮れるアナはエルサの部屋の前でドアを開けて、そばにいれば支え合える二人で、そう語りかけるのでした。泣かれちゃうんですけど、今日は泣かれなかったんです。よかったです。